呼び出しアナウンスをやってもらう、はい、ワインさん、はい、桂歌丸様、調理場で子供さんが食い荒らしております。普通をお持ちください。お客様方の中の圓遊師匠に申し上げます。小圓遊の落語が始まっても耳を塞がないでください。全部あなたの責任です。それを言っちゃおしまいだよ。